皆さんこんにちは、かなえです。今日はホールフーズマーケットの店内の様子を皆さんに紹介したいと思います。ぜひ最後まで見てください。ホールフーズは全米に展開するナチュラルオーガニック系のスーパーマーケットです。とにかく品質が良く、その分少しお値段も張りますが、プライベートブランドの商品やデリコーナーもとても充実していて、旅行に行っても住んでる人にとってもとっても楽しいスーパーです。ここはホールフーズのお肉コーナーです。ソーセージだったり厚切り肉だったり、たくさん売ってますが、すごい綺麗、新鮮さが伺えるよね。で、びっくりしたのはここに豚ひき肉売ってました。いつも私たちが行くスーパーにはないので、すごく嬉しかったです。ホールフーズは地産地消をテーマの一つにしているので、店内あらゆるところにこのローカルマークがあります。この人が作ってるって分かると買いたくなっちゃうよね。ここオレンジジュースコーナーです。オーガニックじゃないオレンジジュース300円で売られてます。なのに対してこちらがオーガニックのオレンジジュース、同じ 1.75 リットルで500円。これはプレッツェルです。こういう形の硬いお菓子なんですけど、これは使用なしですけど、甘い味がついてたりしょっぱいものが売られています。こういう感じでね、野球場の食べ物にもさ、プレッツェルが売ってたりして、こっちではポピュラーなんだなと思いました。ここはいろんな種類のチョコレートが売ってます。パッケージからして可愛いですよね。これもこのローカル、この地元の人が作りましたよって教えてくれて、これを作ってるそうです。なんかそういうの知っちゃうと買いたくなりますよね。アメリカに来てお土産に悩むかと思うんですけど、このホールフーズに来るとその州の近くで作られたものがこの看板付きでいろいろ売られてるので、そういうのを見ていくとそこでしか買えないものが多くあるんじゃないかなと思います。メープルシロップコーナーに来ました。カナダが近かったりするのもあって、メープルシロップはたくさん種類が売られています。これは約1リットルあって2000円ぐらいで売られています。これだけじゃなくってね、瓶詰めで可愛いのもいっぱい売られています。ここにもローカルって地元の人のマークがついていて、これはバーモント州っていう州で作られたみたいで、お土産にもいいかなと思います。ここ青果コーナーに来ました。いろんなお菓子作りのキットが売ってるんですけども、オーガニックのものがとっても多くって、普段行ってるスーパーとなんか商品取り扱いがかなり違いますね。びっくりしたのがこれ、デコレーティングシュガー、お菓子の装飾なんですけど、私たちがいつも行ってるスーパーは赤とか青の原色のものが多かったんですけど、普通のスーパーに売ってるものと色が全然違いますよね。ここジュースコーナーに来ました。いつも行くスーパーにはペプシとかコーラとかスプライトとかが売ってるんですけど、この店舗にはない、色がどぎつい体に悪そうな見た目のジュースは売ってないですね。これとかトマトジュースだし、自然な色合いのジュースが多いんじゃないかと思います。一応コーラありました。この365ホールフーズブランドのコーラが売ってます。6本セットで350円で売ってます。あとジンジャーエールもね、いつも行ってるスーパーよりこのホールフーズの方が店舗の敷地も狭いんですけど、それにしてもこのジュースコーナーが狭いんじゃないかと思います。健康志向が高い人が来るから、そういうのもあんまり売ってないんじゃないかなと思いました。ここは今パンコーナーに来ています。クロワッサンとかチョコクロワッサンとかすごく美味しいんですけど、あ、すごい、これケージに入ってない卵を使ってますよっていうクロワッサンだって、すごいね。これは4個入りで700円。このクロワッサンがとっても美味しかったです。すごいバターが感じられて、ぜひ食べてみてください。ちょっと
高いです。ここにはあこういうドーナツとか、これはマフィンです。チョコチップマフィン。これも4個入りで600円ぐらいで、他のスーパーよりは割高かなと思います。あとこちらはパンコーナーですね。いろんな種が入ってる食パンとか、オーツ麦のパン。アボカドロール、カルフォルニアロール、握り寿司っていうよりもこういうロールが多いです。これは玄米を使ったお寿司、中にはアボカドと焼いた鮭が入ってます。あ、これは刺身ですね。マグロの赤身とサーモンの刺身で6切れずつ入って1600円。あ、カッパ巻きと思いきやアボカド巻きです。あとお稲荷さんもある、うん、これはお稲荷さんだけど創作稲荷ですね。稲荷4ピースで700円。すごい。ちょっとお寿司を買ってみましょうか。どれがいいかな。飛びっこ食べてみる？日本との違いが分かりやすいかなと思って、じゃこれ買ってみます。飛びっこ、エビ、マグロ、サーモンと鉄火巻き、サーモン巻きで1800円。チーズコーナーに来ました。ここのホールフーズのチーズコーナーもこんなに種類が豊富です。他にも岩のような大きさのチーズも売っていました。こちらはホールフーズのケーキコーナーです。アメリカのスーパーでよく見る原色のケーキはホールフーズには置いてませんでした。ここはお惣菜コーナーです。カウンターがあって店員さんにお願いしてやってもらうんですけど、何を食べてもね美味しいです。ディルとサーモンが混ざったやつがとても美味しかったです。ロティサリーチキンが売ってました。丸鶏、骨付きの皮付きの、これでね8ドルです。ここにいるだけでいい匂いがします。お惣菜コーナーに来ました。本来であればここにいろんなお惣菜が並べられていて、自分で箱に詰めてその重さで値段を決めるっていうのが置いてあったんですけど、こことかね今は感染症の影響で閉まってます。その代わりここにスープがあったり、お惣菜がここに何種類かあるので、注文してあそこの紙箱に入れてもらって食べるようになってます。これ美味しいスープをちょっと買いたいと思います。ここにサイズがあるんですよ。ラージ、ミディアム、スモール。これ大きいから一人で飲むならこの一番ちっちゃいサイズで OK だと思います。ミディアムサイズのプラムチャウダーを頼んでみました。ああいう感じで係の人が入れてくれます。ホールフーズはやっぱりお惣菜コーナーが魅力的だったので、自分たちで選べないのがとても残念ですが、自分の好きなものを好きなだけ選べるっていうのは本当にワクワクするし、このスーパーに来てそれだけをしても私は楽しいんじゃないかなって思っています。これエコバッグ、ボストンって書いてある。はい、野菜コーナーに来ました。ここにはコンテナに入ったいろんな野菜が売られています。私たちはいつもこのベビースピナッチっていう小さいほうれん草を生で食べるので、これを買いたいと思います。これ 450g です。こちらコーンブレッドです。トウキビの粉を使ったパンなんですけど、ちょっと甘くてね美味しいんですよ。これを買います。これぐらいのサイズで100円ぐらいです。で、お皿コーナーです。いろんなお花が売られています。バラですね。これは猫柳も売っている。このピンクのチューリップにします。
はい、というわけでホールフーズマーケットでお買い物を無事してきました。アメリカのホールフーズの店内がこんな感じなんだなって少しでも皆さんに伝われば嬉しいです。伝わったよって思ったらぜひ高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。かなえでした。